はい、どうもみのです。今回は昨日のブラジル戦で見えた河村勇輝選手の弱点について解説していきます。まあ、ブラジル戦でっていうか、まあ、オリンピック全体通してもね、見えてたとは思うんですけど、そこについて解説していきます。本編始まる前に八村塁選手の欠場についてちょっとした炎上事があったので、それについて一言言いたいんですけど、どうやら八村塁が怪我で欠場したのにベンチにいないことに対して文句を言っている人が一定数いるみたいですね。いやあれルールだから、ルールでベンチに入っちゃいけないって決まってるから、いないだけだから。全然意見することはいいと思うし、批判してもいいと思うんですけど、批判の角度が全然技術とかそういうことじゃなくて感情論とか、なんかしかもその感情論もルールとかを全く理解していない感情論みたいなのが多くて、シンプルにもっと技術的な批判とか技術的な議論できるようになりましょうよって僕は思いました。まず前提として、これ結構突っ込まれるので答えておきたいんですけど、よくコメント欄とかで言われるのは、お前が意見したところで日本代表になんか届かないし、日本代表は変わんねえぞみたいな意見が結構来るんですけど、そもそも俺もそんなことは分かってるよ。まず代表を変えようとは思ってないし、代表に届けようとも思ってないです。じゃあなんでこういう動画を作ってるかっていうと、皆さんに向けて僕は喋りたいからです。カメラの向こうにいる中高生だったりだとか、次の世代に向けてトップチームのことを解説したりだとか、こういうことが良かったよ、良くなかったよっていう意見を言って議論してほしいからですね。もちろんね、こう思考停止でファン目線で全部キャーって言って応援するのもいいんですけど、それだとバスケ界のリテラシーっていうのはどんどん上がっていかないし、ずっとトップチームがなんかわかんないことやってて、下の方はずーっと底上げされないで弱いままってなっちゃうので、僕は全体の底上げをするためにも、全体がいろいろなことを議論する場を設けるために、いろんな問題提起だったりをしたいってことですね。だからあくまで日本代表を変えられるとは思っていません。で、早速本題に入りたいんですけど、河村勇輝選手の弱点、結論今回の大会で分かったのは、フィニッシュスキルが弱いっていうところですね。もちろんね、彼のスリーポイント、プルアップスリーはすごく良かったんですけど、やっぱりレイアップに行ってフリーだったら決めきれるけど、やっぱ近くにディフェンスいたりするとブロックされてしまったりだとか、変なダブルクラッチ打って結局全然変な方向飛んでて終わりみたいな、外れちゃうみたいなのが多かったので、フィニッシュスキル周りが圧倒的に弱点だなと僕は思いました。特にダブルクラッチがめちゃくちゃ下手だなって思いましたね。これは半分仕方ないんですよ。なんでかっていうと、彼はサイズが小さいから。あのサイズでやっぱり超でかい人たち相手だと、カイリーみたいなダブルクラッチの技術があったとしても、やっぱりあんなでかい相手には難しいですよ。っていうのも、アジア人相手、例えば韓国人相手にはすごいダブルクラッチ決めてましたよね。だから技術はあるけど、でかい相手に通用しないっていうところがあると思います。なので僕はそもそもダブルクラッチやらない方がいいんじゃないの、フィニッシュスキル、レイアップとかリム周りで必ずしもフィニッシュしなくていいんじゃないのっていうのが僕の意見です。もちろんね、スリーポイントとリム周りっていう2択を攻めた方が得点効率的にはずっといいんですけど、でもむちゃくちゃなシュート打って結局外れて速攻食らうぐらいだったら、もっと河村勇輝選手に合ったフィニッシュのスタイルってものをつけた方がいいんじゃないのかなと思いました。あとはダブルクラッチなんであんなにやっちゃうの、入んないじゃん、なんであんなことするのって多分みんな思ってる人いると思うんですけど、多分あれ癖ですね。ダブルクラッチ癖がついてます。なんで癖になるかっていうと、河村勇輝選手キックアウトよくしますよね。ドライブしてペイントアタックしてキックアウト、その時のキックアウトが毎回飛ぶんですよ。飛んでからキックアウトするんですよ。だから飛んじゃってキックアウトする場所がなくなったら打つしかないから、ダブルクラッチしちゃうっていう風に癖になってる可能性があるのではないかなと思います。なので例えばですけど、飛ばないそのままキックアウトするとか、まあ、ドンチッチとかも他の選手もよくやったりしますけど、飛ばずにキックアウトする。で、河村勇輝選手、何年か前の代表戦でサークルアンダーしてたんですよね。だから別に飛ばなきゃいいんじゃないのっていう。飛ぶと、キックアウトするか、打つかしかない。ボールを離すしかないんですよ、手で。持ったまま着地できないで飛んじゃうと。だから、持ったままそのままサークルアンダーとか昔やってたんだから、なんでやんないんだろうなっていうふうに思いました。よくも悪くも、おー、ぴょんとか、おー、バンみたいな。そういうのが多くなっちゃったのかなっていうふうに思います。例えばですけど、フィニッシュスキルのスタイルとして僕いいなと思うのはクリス・ポール。クリス・ポールってわーってタイプじゃないんですよ。結構冷静に、まあぬるぬるノロノロしながらハンドルしていって、例えばピックでスネークしながら入っていって、リンクとは違う方向に向かっていってプルアップジャンパー打つとか、まずこれピックかけます、かけたらスネーク内側に入っていく、ヘビみたいに。ここで通常だったらやっぱ前コースが荒木なんで、レイアップまで行きたいじゃないですか。で、多分ここでレイアップ狙っちゃうのが河村勇輝くん、現状の河村勇輝選手で。でもここでクリス・ポール何をするかっていうと、ビハインドストップして止まるんですよ。ここレイアップ行っちゃうとね、ドレーモンドとか狙ってるんで。一旦止まる。
で止まりながらスピンしてリングと違う方向に逃げながらジャンパーでフィニッシュしてるんですよね。でこれってね、よく部活とかで逃げるなとか言われるじゃないですか。でも逃げた方がいい時はいっぱいあるんですよ。もちろん前提として逃げずにフィニッシュする能力を持っておくってことは重要なんですけど、無理に行ったところで絶対止められるでしょ。だからあえて戦略的撤退を選ぶっていうスキルはやっぱサイズが小さい選手っていうのは持っていなきゃいけない。なのでこういうプレーをね、ぜひ皆さんもねできるようになってください。もちろん得点効率的に考えるとミドルなんで、まあ微妙ではあるんですけど、得点効率がいいし狙ってくるって分かってるからこそスリーとゴール下を止めに来るので、ミドルを打たされやすくなるってなった時にミドルレンジを決めるスキルとかをもっと持ってるといいのかなっていうふうに思いました。もしさ、逃げるなって言われたりだとか、部活内でお前それやるなとか、なんかスキル的に禁止されてるスキルとか多分部活やってる子たちあると思うんだけど、どういうのがあるかいろいろ教えてほしい。でそれを教えてくれたら、それに対するまあ論破じゃないけど、なんでやっていいのか、こういうスキルをするべきなのかっていう解説動画上げたりもできるから、まあそれはね、俺が解説したらみんなもその解説の仕方をしてさ、まあ、監督とか顧問とかにさ交渉できるわけじゃん。こうこうこういう理由で使った方がいいと思うんですよ、こういう時はこうでとか説明できるわけじゃん。だからなんか禁止されてることとか、本当はやってみたいんだけどやると怒られるみたいなことがあったらコメント欄にどんどん書いていってください。まあ、あとはアイザイア・トーマスとかね、ここら辺と比較してみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。やっぱりサイズが小さいガードとしてアイザイア・トーマスって NBAでプレイしてたので参考になると思いますし、でアイザイア・トーマスはどういうフィニッシュしてるかっていうと、こうダブルクラッチとかカイリーみたいなギュインギュインしたフィニッシュじゃなくて、シンプルにコンタクトするエアステップとか、ディフェンスに自分からコンタクトしに行って打つとか、そういうのを結構やってますよね。よくも悪くもこう勢い任せっていうところが治って、冷静さが出てくると確実にこう世界トップクラスのポイントガードになれるのではないかなと思っています。他に富樫勇樹選手、これは河村勇樹選手の先輩としてアメリカ NBA に挑戦した時があったので、その時代のこうプレーとかを見てみると、そこからも参考になる部分は出てくるのかなと思います。やっぱりフローターが強いですよね。村幸選手よりやっぱり上手いんじゃないですか、フローターに関してはすごい高いですからね。だからここもね、こうできてくるといいんじゃないのかなっていうふうに、フィニッシュスキルとして身につけられるといいんじゃないかなと思います。やっぱスピードが速いんでね、河村幸選手は行っちゃうんだよね、レイアップにね。あとは富樫勇樹選手がやってたのは360レイアップ、これはちょっと真似できないとか再現性低いんですけど、まあなんかこういうのもあるよっていうのでね、ちょっと参考にしてみてください。あとこれはね、ちょっと余談っていうか話ずれちゃうんですけど、河村勇樹選手のもう一個弱点っていうか、まああんま日本と合ってないよって思うところがあって、それがパスですね。取れないんですよあれ。強化試合とかでもそうだったけど、だんだん日本代表の選手が疲れてくると河村勇樹選手のパスが顔面に当たり始めるっていうドッジボール現象が起きてて、 NBA に行けばみんな多分取れる人は増えてくるんでしょうけど、日本代表っていう環境の中だと難しいのかなっていう、あのパス取れない人が多いのかなっていう、いい意味でね。はい、ということでこの辺で終わりにしたいと思います。チャンネル登録と高評価押してくれるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。